手屋の杉は、熊本県阿蘇市一宮町手屋の国造神社境内に生育していた杉の巨木である。国造神社の祭神である、即便玉井の地手上の木と伝えられ、推定の事例は1000年以上とも2000年とされていた。1924年に国の天然記念物に指定されたが、1991年の台風被害で主幹が切損し、 そのごこしが確認されたため2000年に天然記念物の指定を解除されている。テヤの杉の幹の株。保存されたテヤの杉テヤの集落は、阿蘇の外林山東北の古城が花と像が花に挟まれた山のふもとにある。集落の一番奥に国造神社が鎮座している。国造神社は、平安時代の延長5年にまとめられた縁起式神明朝に、 日後国四座の一つとして記された熊本県内でも最も古い神社の一つである。国造神社は、阿蘇を開拓した県岩尾流命の長子である、側瓶玉命とその子、天宮姫命、そしてその子、高橋神と加宮神の四柱を祭神として祀る。阿蘇神社から見た北方にあるため、北ぐるとも称され、現在の社殿は、漢文13年に、日後藩主、 細川津成の命によって造営されたものである。祭神の側便玉命は、父の剣岩尾流命とともに、阿蘇を開拓した神と言われる。国蔵本理によれば、主神天皇の時代に、側便玉命は、初代阿蘇国蔵に任命されたといい、国蔵神社の名は、祭神のこの地位に由来する。境内は広く、杉や、檜などの巨木が数多く見られる。 境内広場の東の隅に一本の直幹が喫立してそびえ立った状態で一際目立つ巨大な杉があった。この杉がテヤの杉で1981年観光の天然記念物辞典によると高さは約47メートル、根元の周囲約14.40メートル、目通り間位約11メートルを測り、幹の南側約13.60メートルの高さの ところに、桜の木が一本着生していた。この杉は、祭神の側瓶名前の地手上との伝承があり、推定の事例は千年とも二千年とも言われていた。かつて国造神社の境内には、恩苗二株の杉とも男杉女杉とも呼ばれる二本の杉が生育していて、手矢の神杉と呼ばれていた。そのうち男杉は、 文政年間に落雷による火災にあったために伐採された。男杉の旧株の痕跡は残された女杉から北方に約25メートル離れたところにあった。この辺りに新しい杉の一株があり、これは男杉の焼けた旧株から出たヒコバイも新たに植えられたものとも伝えられる。旧株近くには天保2年に建てられた食杉碑が存在している。 テヤの杉は、熊本県内でも最大級の巨木で、受精は盛んであり、1924年12月9日に、史跡名称天然記念物保存法に基づいて、国の天然記念物に指定された。しかし、1991年9月27日、台風19号の襲来によって、国造神社の境内に生育する木々は甚大な被害を受けた。テヤの杉は、 地上から11メートルの位置で主観が折れてしまった。接損後の低夜の杉については、普及防止や土壌改良などの措置を講じてきたが、受精回復に至らず故死が確認されたことから、2000年に文化財保護審議会は天然記念物の指定解除を答申し、同年9月6日付で指定解除された。地元の人々は、 テイヤの大杉保存事業規制会を立ち上げ、残された地上2.5メートルから7メートルの部分を切断して2002年に上屋をかけ、かつての面影を留めた姿で保存している。テイヤの杉については、独立行政法人森林総合研究所、材木育種センター、九州育種場が小枝を継ぎ木した黒女エギを3本育成していた。そのうち1本が、 干しした原木の傍らに1993年3月に植栽されて里帰りを果たしている。AB 国の天然記念物に指定されていた杉では、静岡県島田市の千万寺の十本杉、富山県高岡市の北半若の美写門杉、兵庫県八武市の妙県の大杉などが失われている。阿蘇地方では外林山がカルデラ内に向かって特に突き出た部分を、 花と呼んでいる。阿蘇の七尾八国。阿蘇市。2020年6月18日閲覧。人間の目の高さ付近で測った樹木の幹回りの寸法を指す。台風19号による国造神社の木々の被害では、手矢の杉の他に樹齢800年と言われていた国造神社で2番目の大杉も倒壊している。水神木の切り株は、 国造神社入り口の左の建屋の中に保存されている。ABCDEFGHIJK 天然記念物辞典、116ページ。ABCDEFGHIJKL 日本の天然記念物151ページ。ABCDEFGHIJK 国造神社アソシアーカイブド2013年12月16日アットザウェイバックマシン。 熊本県庁ウェブサイト、2013年6月10日、閲覧。ABCDEFGH 国造神社余家、トコバイ写真版再九州観光、2013年6月10日、閲覧。ABC 史跡、名称、天然記念物平成12年5月文化庁、ウェブサイト、2013年6月10日閲覧。日本歴史名台計44。 熊本県の地名平凡社、1985年、310ページ。ABCD 主屋の大杉木材の、達人住まいづくりの情報サイト E ハウス、2013年6月10日、閲覧。大正13年内務省国時代777号、平成12年文部省国時代1 5 5号手屋の、大杉広報アソ2011.6。 2013年6月10日、閲覧。a b 写真集クローン増殖サービスの事例。独立行政法人森林総合研究所。材木育種センターウェブサイト。2013年6月10日、閲覧。AB 天然記念物等の里帰りの状況について、林木遺伝資源情報第5号から12004.1。独立行政法人森林総合研究所。 林木育種センターウェブサイト2013年6月10日閲覧ありがとうございます。